よりリラックスとかもしてほしいので肩を揺らしながらチェックしていきます。やっぱ揺れて力を抜かすっていうのを最初にやってるセラピストさんとやってないセラピストさんってやっぱりね効果が違います。じゃあ実際どうやって揺らしていくかというと、では次肩甲骨回しにいよいよ入っていきたいと思います。最初の肩甲骨回しの筋肉のページに、肩甲骨に付着している筋肉ですね、これが載っていると思うんですけれども、なんと17つもあるんですよ、まあ、肩周りも含めて首、肩、背中、腕などあらゆる筋肉に、付着しています。なのでこの肩甲骨回しをしてあげると、一気にこの17つの筋肉もふわっと緩んでくれるので、後ほどのほぐしとかも効きやすくなりますし、そもそもその施術、肩甲骨回しだいたい30分くらいで、終わると思うんですけれども、30分のセッションとってもらうだけでもう一気に体が軽くなるのですごく効果的な、施術になってます。はい、では肩甲骨回し早速スタートしていきます。まず体勢なんですけれども、この状態今までと一緒ですね。太ももの位置は今までと一緒で、お客様の、腕をこう元の状態に戻します。お客様がこう気を使ってくださって、こうピッと気をつけの姿勢になってもらってたりするんですけど、この状態がいいですね。一番この状態だとちょっと筋肉張っちゃって、お客様も力入れてますし、まあ、ちょっとこの状態だとちゃんと回せないので、一番はこういう風に90度にしてください。この状態で、自分のベッド側の手を、お客様の、肩にこう回し込むような感じでしっかり固定して、もう片方の外側の手で肩甲骨をしっかりこうサポートします。この時に、コツは自分の肘も含めてお客様の上腕をしっかりとこう包み込むような感じ、これが持ち方のコツになります。しっかりとサポートをして、でここから回していきます。外回りになるような感じで、回しますね。この時しっかり肩全体を回したいので、手だけで回すというよりもやっぱり腕を使ってこう腕だけ、ベッド側の手だけで言うとこういう感じですね。もうこれだけで回せてます。そこにこの肩甲骨のサポートハンドを入れて、よりこう回しを大きくするというイメージです。まあ、こうやって小刻みにするよりも、今から施術しますよっていう意味も込めてダイナミックに回してください。この時私も体重移動を使ってこうぐる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 、回ってますね。はい、肩回し終えたらですね、次はコリをチェックしていきます。あとはこの人どのくらい肩甲骨出てるのかなとか、まあ、そういう肩甲骨の状態を把握していきたいので、ただこうやって触るだけでも正直わかるんですけど、ちょっとよりリラックスとかもしてほしいので、肩をこういうふうに揺らしながらチェックしていきます。揺らしてそれと同じ連動するような感じで親指もこういうふうにシェイク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 、さすっていくようなイメージですね。ここではほぐさないので、本当に軽くこうやってこのくらいですね、触るだけで OK です。軽く触ってふむ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 、ここなんですね、このくらい凝ってるんですねみたいな感じで、さらっと10秒ぐらいで大丈夫です。次ですが、次もこの動き自体はもう全く一緒です。ただ14番と15番の違いは、圧の強さですね、深さといいますか、この同じ動きで、親指をもう少しこう肩甲骨の中に入れるような気持ちで、このチェックした溝をほぐすようなイメージで施術します。
肩甲骨だんだんこうやって揺らしていくとお客様の上こうやって落ちてきちゃうので、こうすると入れづらくなっちゃうので、落ちてきたらこういう風にしてもう一度肘でロックして押さえて、やっていきましょう。でこの時全然肩甲骨に指が入らない人とかいっぱいいるので、無理に入れようとせず、入る人はもう全然肩甲骨のグリって中に入れてこうやってほぐしてもいいんですが、あくまでここはこうほぐしを味わってもらえるようなイメージですね。方向としては、まずはこの背中の僧帽筋の方から始めて、首の方に向かってこう肩甲骨の骨に沿いながら首の方に向かっていくっていうイメージです。であとオイルマッサージをしている状態だとお客様何も、着てなかったりするので、そういう時はこういうあのタオル、大葉のタオルとかもしかかって余裕があるんだったらこのまま背中の方にこう回してもらってもいいですし、あとは別にフェイスタオルを用意して、フェイスタオルをこういうふうに指にかぶせるようにしてこう施術をすると、セラピストの爪が当たらなかったりして普通に快適に、受けていただけると思います。で次ですね、次は肩を揺らすのではなく回しながら施術をしていきます。肩を外側に最初にこうやって回したような感じで回していくんですが、外側の母趾を14番で確認した溝のところに手を当てて、この回した時に指が肩甲骨の溝に入るように施術をしていきます。こっちの外側の手は何も動かさず、こっちのベッド側の手で、回しながら、この動いてる時にたまたま親指に触れてほぐれるみたいな、そんな感じのイメージですね。この時に、まあまあ強くというか強くこうグッと指を中に入れれる方はもう入れて、この肩甲骨の中を施術するような感じでやっちゃってください。でこの時にほぐしの時もそうなんですけれども、なかなかちょっと新しい感覚なので緊張しちゃって、ちょっと筋肉こわばっちゃったりとか、そもそも筋肉が硬くてとか、そういう方がいたら深呼吸を、促してみてください。で吸ってで吐いてって吐いてもらってる時に、こうグーッと入れてみてもらうと、少し筋肉が緩まっているので入りやすくなったり、この時入らなくてもだんだん筋肉が緩まっていて次の手技の時は少し入りやすくなっているとか、ちょっと、そういった小技もありますので、硬いなと思った方は深呼吸を、促してみてください。ではですね、実際に手を肩甲骨の中に入れていきます。2番目は続いてもう揺らしに行きます。なぜ揺らすかっていうのをね、ぜひ皆さん覚えておいてほしいんですけど、施術前にお客様は緊張してたりするんですね。特に初対面のお客様は緊張しているので、その緊張を解くために揺らしてます。じゃあ緊張を解こうと思った時に、人間って緊張してると力入るので、力入ってる人っていうのは揺れないんですね。でも揺らされてると、あ、力抜かなきゃって言ってダラーンって力をね抜けてくれます。やっぱ揺れて力を抜かすっていうのを最初にやってるセラピストさんとやってないセラピストさんって、やっぱりね効果が違います。だって筋肉ガチガチの人に対してオイルでトリートメントして流そうとしたりほぐそうとしても筋肉が反発してきますよね。要は警察をちゃんと入れてなかったりすると心のブロックも入ってくるんですよ。でその後揺らしてなかったら体のブロックも入ってくるので、お客様がちょっとね反発するというか反射でね防御反射みたいなのが起きちゃうので、警察をすることによって心のバリアを剥いでいくようなイメージ、警察をすることによって心をマッサージ先にしていくような感じですね。これね実はねカウンセリングから始まっているので、 TOA のね授業を受けている方なんかはカウンセリングの時から実はもうマッサージが始まってるよ、心のマッサージが始まってるよ、緊張を解いていくのが始まってるよっていうのがね、知ってると思うんですが、警察でもそうやって心の緊張を解いて、で揺らすことによって今度は肉体的な緊張を解いていくようなイメージですね。はい。で、揺らしていきます。そうすることによって脱力できるようになります。じゃあ実際どうやって揺らしていくかというと、腸骨と大天使、
腸骨と大天使の間を揺らしていきます。ここですね。でポイントはこの大天使のね、大天使のちょっと上あたり、下の方で揺らそうと思っても意外とね、まあ、こうやってやれば揺れるんですけど、まあ、実際こうやって見ていただくと揺れてると思うんですけど、少しずつこのね下の方からちょっと上に上がってくるんですよ。この後片手でね揺らしていくので、少し上目に上がっていくとよく揺れます。でちゃんと全身が揺れてるかね、足のところまで揺れが伝わってるかだったり、しっかり首肩のあたりまでね揺れてるかどうかを目視でねビジュアルコンタクトで見てみてください。もうシンプルです。この手技って超簡単なので誰でも取り入れます。ただこの時に緊張して、自分の手が緊張して指が硬くなってこうならないように注意してください。緊張してやると揺れないです。あんまり自分の手も脱力してください。脱力してもうほんと力入れてないんです。実は反動を利用してます。こう押す反動で戻ってくる反応で、戻す時にこっちがポンって軽く触れるぐらいだから、力を入れてないし相手を揺らしてやろうって思ってないんですよね。本当に脱力するために自分も脱力してます。自分が緊張すると相手も緊張するので、自分が緊張しないっていうのがポイントになります。もう指はダランって脱力して、自分が力を抜くことが大切です。力入れてねガチガチでこうやって揺らしてやろうとかってこうやってやるんではなく、脱力してやっていきましょう、はい、でそのまま片手でやっていきます。仙骨の上でね、片手でこうやって動かしていきます。これでね片手でね流れる動きができて、まあ、全身これで、ね、同じようにさっきまでに揺れてれば OK ですね、はい。ではね、脊柱起立筋沿いをこの後ほぐしていきますので、こちらですね。はい、ではここまで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。ちょっといいところで終わっちゃいましたけど、はい、続きはね概要欄で見れることができますので、ぜひ概要欄クリックしていただいて、データ受講または4月4日にねオフラインで表参道顧問でね、学ぶことができますので、ぜひ、チェックしていただいて、もし学びたいなと思ったら概要欄からねクリックしていただければと思います。はい、ぜひ、はい、まあ、オフラインはオフラインで実際に感覚とかが分かったりとか、もっと細かいところとか、個人的な質問もその場で受け答えできたりするので、ぜひオフラインラインで行けたら嬉しいと思うんですけど、遠くにいらっしゃる方とかもいると思うので、うん、そういった方でも受講できるように、データ受講、1ヶ月間ですよね。そうですね、何回でも見られるので、それでも繰り返し繰り返し、見ていただいてぜひ学んでください。データ受講の方もめっちゃ、練習してもらってすごい効果が出てる人たくさんいるので、はい、ぜひお願いします。はい、ぜひ見てみてください。はい、はい、では皆さん、ここまで見ていただいてありがとうございます。またねチャンネル登録高評価通知ボタン、またねシェアをしていろんな人に技術をね広めていただければと思います。ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。